メガンテ高橋の冒険島2ですね。四国行ったんですけども、冒険島2の四国、我々撤退をしました。一旦四国から引いてですね、本州じゃねえや、九州が本州みたいになっちゃってる。九州で受けながら中国の方ですね、こちら突破口を開いていきたいと思います。まず有利に受けて反撃、シンプルにこのパターンでいきたいと思いますね。四国だと口がね4つになってましたので、中村から黒瀬、そしてこちらは周防、そして津和の、この4口プラスここですね、府内もやられてましたんで、あんまり攻められるところを多くしてもしょうがないかなという感じですね。はい、なんとかだからここで前に押して押して押して、今日はここぐらいまで行きたいな。うん、目指せ吉田郡山ぐらいまで行きたいもんですね。行けるわけないだろ。というわけで今回も楽しくゲームをやって参りましょう。はい、というわけであちこち戦となっていきそうです。戦の始まりぞ。合戦ですね。どこでやっていくかが問題でございまして、頻繁にですね騎乗させたりなんかしましてですね、有利に戦うところを探していくという感じですね。で、今吉宗くんがここにいましたんで、山口城から騎乗です。騎乗をかけて戻りましたら、さあどこへ向かわせるか。ここかな。これ大部隊来てますんで、ここ行かないといけないかなという感じ。お、ソチの勤労の志はよう分かった。目パチクリすんな。この眉毛ないのに目パチクリすんな。この眉毛の位置が上すぎる。これ前髪の際じゃないか。これ眉毛が、このヒゲの方が長い。パチクリすんな。このパチクリ、チュームじゃない、中司太夫を授けようぞ。中司ばっかりやないか。もっと派手なのよこせ、派手なの。それではここら辺戦闘を狙っていきたいと思います。久野平正真、統率77、武力84。またすぐ裏切りそう。67歳、おじいちゃん、初任。お使いしようまた組頭からだぞ。頑張れ。67から、さあ行きましょうか。これで何対何、9対5。これは余裕ですね。お、しかし威風がつく。美味しい。威風ついたところでこんなところで意味あんのかな。まあ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 、これは大幅カットですね。余裕です。もうちょいで押し切りですね。これで撤退出す。これで押し切り、すぐ押し切れました。43,000残存。どれくらいの被害だったでしょうか。勝ち年。さあ結果を見てみたいところです。リザルト、5800元、相手11,000元。もっと抑えたいところでしたが、まあ打ち取り一番槍はいつもあるわ。打ち取りありましたね、一人ね。さあジャークの効果でここら辺意味ないんじゃないかな。取られてるところが近くにないから。ほら、まさか生きてたんか。お前もうダメだな。北条との関係上がってもしょうがないんだよな。うん、あんまり意味がなかったってやつだね。さて次はどうしましょう。これすごいな。これ府内か。府内行きがやってくる。ただそんなにあれですね、やっぱりしずきとか山口って駐屯置いてるから来ないですね。うん、あんまり定数では来てない。結構遠くから押し寄せてますけど、これ持つんかな。まあ、途中で兵糧庫とかいっぱいあれば持つんでしょうけども、どうなんでしょう。そこまでね細かく見てないですけどね。で直近はまずこの大軍を、受け止めてやっちゃうと。ここら辺はここね取り返せそうですね。でもう一つ水路、これで来てますんで、これをやるという感じですね。さあ制圧かけてくる。まあ制圧しちゃったっていいさ。破壊。まあしかし城に触れさせなければいいので。ああ、なんか集落やってくんな。いろいろやってきますわ。ああ、労力がないわ。いろいろやってるんですよ、こっちも労力ね使って。
ここで2部隊、3、4部隊集中しましょうか。合戦か。何対何？ 5-3。 うわー、でも兵数負けてる。うん、ここもまあまあまあ 5-3 なら勝てるでしょう。さあサクサク行きましょう。さあぼちぼち敵はあと1部隊というところですね。落としきれない、撤退、落としきれない撤退を繰り返せばいいのか。これは壊滅。最後のもう1部隊ですね、出していく。今回も討ち取り出してます。岡義政を討ち取ってますね。砲術使い、これどうやって引っ張ろうかな。多分引っ張れますよねこれね。1部隊ぐらいは引っ張って突っ込むのを繰り返し、でこのヒットアンダーウェイでやっていく。よし、これでやっていくぞ。よし、いいぞ。一斉射撃もかまして、こういうのをやっていって、後ろ行った。これでやりましたね。あ、いいですね。これ引っ張り込みながら、引っ張り込みながら、なるべくダメージを削り、いい、やっていく。退路封鎖。んビクトリー。とにかくこれを繰り返し、3200、いいですね。だいぶ被害は少なかった。こういう風にやっていきましょう。さあ次なるところはどこでしょう。この急戦は言うてそんなに急戦だから大丈夫ですね。ここか、ここに戻るような感じで。これは鬼人の方がいいですね。鬼城の方が早そう。打つべき手は何ぞ。続いてこの国先から来た敵兵やっていきましょうか。合戦で、この後ですね、しずきにとりあえず兵を集めて、つわののここら辺までね、取ってますんで、制圧で。で、これを利用して、速やかに、つわの城を包囲する。で、兵糧なくても大部隊だったらもう、この、制圧が終わったところを、スイッと早く、兵糧ない部隊は、後から、制圧にかかるという具合で行ってみたいですね。ここは吉宗もよこしたいんで、この戦い終わったらかなというところですね。もう計画的、計画的にやらないとこのゲームね、難しいですね。なかなか前に進まない。さすが天下人。もう全部取られてます。お、一つ残ってるけど、まあまあまあ、こんなもん取られたと同じでしょう。で、維新的には895。こちら、455。うん。まあ、秀吉の頃の絶望感はないですが、どうでしょうか。さあ合戦です。7対6、もうちょっと集まりそうな気がするけどな。この2つ足せるかな。もうちょい見ましょうか。さあどうだ、もうちょい見て。それでも7対6か。いや、もう一度いけるやろ。打ち破ったり、打ち破っちゃったりしても普通に。戦が始まるぞ。これでどう、いかに動くかな。7対5。まあ威風あるからいいか。これで采配いたしましょう。大体ね、私もね、分かってきましたよ。最初にそんなに取らないここを。まあこれでも弓だから、これは取りますけど、弓は取りますけど、こういうとこ取らせちゃう。取らせてから取った方が、上がりがでかいんで、ギリギリまで取らせちゃう。形をね、私取ろうと思っております。さあ、どうなるでしょうか。入ってきますね。ツーウェイピッペルとか入ってきますね。いいよ。あ、で、邪魔しようっていう敵がやってきた。邪魔しようをやっつける。いけ。よし、いいぞ。ヤスコの鉄砲だ。うひゃ、ツーウェイでピュッピュして。ここは、攻撃できるかな、これ、うまく。ガッシャンガッシャンっつって。
鉄砲隊。一番やりやすけ。衝撃だ、いいぞ。これはうまくいきました。しかし軒口狙いがいる。軒口狙いはなんとかしないといけない。あれだな、この大きいのでやるしかないですね。軒口を固めるぞ。続け。あー、でも強撃解くのもったいないな。今こそ勝機です。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。片倉来た、撤退。女ばっかり帰りおって。この味方優勢にござる。よし、勝ち確ミュージック流れまして、ここはですね、一部隊で止めておいて、1万あったもう部隊が残り1400、1200。撤退立ち払う。これだいぶ忠誠下がってますね。1000ぐらいで引いちゃうんで、あとは回収していきましょう。敵がどう出てももういけるでしょう。敵を打ち払わん。皆の者、我らの力を今こそ見せる。はい、制圧。これで押し切りですね。押し切り萌え。おう、優勢勝利。勝利ぞ。ズル向け、大体ズル向け。4997、そんな感じ。まあこれ防戦なんでね、一発決まれば終わりだから、まあちょっと気をつければいいかなって感じもしないでもないですけどね。ジャークで取り返していきましょう。国崎半島。仰天したわい。仰天したわい。もうあれですよ、国衆ぐらいしかなくなりました。なびいてくるのが。はい。ええよ、声を上げよう。お、7万で我らの領地向けてきた。府内を含めてどんぐらいだろう。まあ7万でしょうな。ここいつの間にかこんな来てるんだよな。ほんといつの間にかが多くて。でここは強撃ですね。ボコボコやっちゃってください。はい、ピカ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 いってる。いいですね。で今吉宗君こっち向かっています。中国決戦に向かおうというところ。なんかね、ちっちゃいのがちょろ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 言ってますけどね。まあこれでもほっとくと攻撃されるからちょっと怖いな。まずここの攻撃もう終わるでしょう。よし、終わりましたね。そして商人町結構作ってます。あのもうこの収支がどんどんマイナスになるんで、これを止めるにはちょっとですね、商人町を増やすしかない。でこちらですね、強撃かましております。強撃かませばね、さすがにもうこちらで合戦指示することもなくいけるでしょう。うん、ここはいけるとして、ここか。山口の周り制圧合戦になっちゃってますね。お、いいぞ。強撃にて、強撃にてここは終わりですね。信近打ち破り、まだ来るのか。まあ強撃で行きましょう。同じところに上陸してきますんで。でここに 1,2,3 総勢1万いないぐらいかいますね。まあでもこれまとめてきてないんで、パラッパラだから割かし余裕で今のところやれてます。また強撃狙ってまいります。さあ強撃入った。強撃は倍ぐらい違うな、見た目。まあ文字がねでっかくなるからそう見えるんですけど。あ、で逆にここは強撃入れられてる、この野郎。さあいきなり強行かけていってますけどね、調子こいていけませんね。さあ守備が入ります。でもこれ強撃になるの、いけませんねこれ。あ、でも合戦がついてるわ。合戦になりました。32,000対4,400。これで剥がせるのかな。はい、壊滅。山内康豊討ち取ったり、和豊は逃がしてやったんだ。えい、
おー、こたびの勝利を祝い、まあ、小さい勝利だったですね。まあ、小さい勝利でした。さあ、みんな宿老になっちゃうよ、このままじゃ。行っちゃって行っちゃって。これで山口城の周りに敵がいなくなる。一気に強野までね、行きましょう。大した兵数持ってこれないでしょ。ねえ、もうさすがに限界が来てるな。さあ、強野の前、8000回になりました。ここはどれと当たるのかな？この6000か。蹴散らしましょう。はい。完璧ですね。ピュッピュからの強撃。ここがたまらず後退。捉えられるかどうか。どうですか？壊滅して。捉えられず。原長より逃げ直せたか。おお、さすがデオスの軍団。無敵でござるな。ああ、勝つとし。デオスに負けはない。愚か者どもめ。ツワノを早く差し出せ。あ、いよいよツワノ城目の前ですね。町人町作りながらやっと上向いてきましたね。あと朝廷工作やめました。あれ1000ぐらい使ってました。毎月あんなに高いと思わなかったな。こっちは大丈夫ですね。また強撃かけて、これね、いい場所。ほんとここに上がってきて強撃されるっていうね、なんとも言えないすごいいい場所ですね。これは本当、まあ硬いですね。水際作戦と言うべきか。この強撃は硬い。で、ここも強撃いける。府内だけですね。ちょっと中途半端の国先まで行かれちゃうし。これなんとかしたいところですが。で、諏訪の方位入りました。さあ、どうですか。さて、あとは、この城。どうでしょう。いけんのかいけないのかい。できながら見事。できながら見事。出てきたの？出てきてないよね、まだね。衝撃食らう前になんとかしたい。備えよ。で、ツワのあと290。落としたぞ。中国前進。前進あるのみ、ここまで来た。これで周防高森を取ってしまえば、もう、府内に来れないのか。そうか、そうか。これが城の域だから、ここを突破されなければいい。だいぶ大きいな。まあ、ちょろちょろやってきてますが、これを一気にまた合戦で跳ね返せばよろしいというところか。ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタンをガガガガグッと押しちゃってください。ツイッターフォローは概要欄です。それじゃあ皆さん、またんぐ。